1941年、ベルリンのクロローパーでの国会でのナチス式敬礼と、統廉するヒトラーナチス式敬礼、またはヒトラー式敬礼、ドイツ式敬礼は国家社会主義ドイツ労働者党やナチスドイツが採用した敬礼。一般には古代ローマで行われたと認識されているローマ式敬礼を20世紀にイタリアでベニートムッソリーニらが復活させ、さらに、 ドイツでナチスが採用した。日本ではナチス式敬礼と呼ばれる場合が多い。ファシスト式敬礼とも、直立の姿勢で右手をピンと張り、一旦胸の位置で水平に構えてから、手のひらを下に向けた状態で腕を斜め上に突き出す。ジェスチャーによる敬礼通常はハイルヒトラー、またはジーク・ハイルの声を付随させる。 これはヒトラーへの権力や力の集中、忠誠を意味しており、これを受ける唯一の存在である相当、ヒトラー自身は、挙手のジェスチャーによる統礼でこの敬礼に応える。ヒトラー以外の人は、同じ敬礼で応えることが義務であった。なお、ヒトラーと他元を分かった反ヒトラー派のシュトラッサー、率いる革命的なチスの場合は、同じようなスタイルで、ハイルドイチュラントといった。 もともとナチス党内部の組織として発足した突撃隊や新衛隊では公式な敬礼として用いられ、国防軍でも1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件以降、従来の一般的な挙手注目敬礼ではなくこの敬礼が求められるようになった。第二次世界大戦後のドイツではナチス式敬礼はナチ賛美、称賛とみなされ民衆扇動罪で逮捕。 処罰の対象となる。オーストリアでも同様な法律があり、取り締まりの対象になっている。2006年、ドイツで、店のクリスマスディスプレイで右手を斜め上ではなく、天に挙げた複数のサンタクロース人形が、ナチス式敬礼とされ、問題となり撤去された。2014年5月、アメリカの洗剤メーカー P&G が、ドイツ国内で発売した、洗濯洗剤に書か,かれた、 88が、ハイルヒトラーを暗示するとされ、アドルフ・ヒトラーのフルスペルを暗示するとされる、18が、書かれた、別製品を含め、出荷停止となった。2015年7月、オーストリアでは、自動車のナンバーに1 8十9の3つを使う、ことが禁止され、決番に決まった。十四ワーズも、参照処罰の対象は、ドイツを訪問する、外国人観光客でも例外はなく、 2017年8月には連邦議会日堂前を訪れた中国人がナチス式敬礼をしたとして警察に拘束、それぞれ500ユーロの罰金を課されている。また、警察沙汰ではないもののよったアメリカ人が酒場でナチス式敬礼をした後、何者かに暴行を受けるといった事例も存在する。今日、ネオナチなどは摘発を避けるためにこの敬礼を行うことを避け、 大胆な敬礼と呼ばれる肘を曲げて、右手を肩の高さまで上げ親指と、人差し指と中指の身を立てる敬礼を行うことが多い。本来は先生のための挙手であったが、転じてヒトラーへの忠誠を誓うという意味を持たせるようになった。現代のドイツでは、学校などで生徒が挙手する際、人差し指だけを伸ばして、ナチス式敬礼に見えないようにするのが一般的である。 イン語として88とも呼ばれている。これはアルファベットで、エイジが8番目であることから入るヒトラーを意味すると、するものである。詳細は、ローマ式敬礼を参照ナチス式敬礼は、ローマ式敬礼に習ったものであり、また類似のジェスチャーには、アメリカ合衆国のベラミー敬礼などがある。ドイツ共産党員は、入るモスクワ、と叫び、右手の握り拳を掲げる敬礼を行った。 ナチス式敬礼との違いは掲げる手のひらを広げるか、閉じるか、だけだった。中東においては、ナチスドイツに亡命した、パレスチナ人のアラブ民族主義者、アミーン夫妻にの強い影響力があり、パレスチナ警察やシリア陸軍、レバノンのシーア派武装組織ヒズボラが、ナチス式敬礼を行っている。イタリアのサッカー選手、パオロディカーニオが試合中パフォーマンスとして、 たびたびナチス式敬礼をし非難されたが、古代ローマ式敬礼と主張している。スイスでは、宣伝目的でない限り、ヒトラー式の敬礼は罪に問われないとする、連邦最高裁判所の判例がある。なお、日本では、高校野球での選手宣誓や、国民体育大会での選手更新時の表敬などで、類似のジェスチャーが使用されており、2007年に、 東京で開催された第50回市民体育大会などで議論が発生した。ありがとうございます。